今回は群馬県伊勢崎市にあるスーパーモール伊勢崎店に行きます。車の場合、北関東自動車道駒形インターチェンジ出口、伊勢崎方面へ向かって、約 2.2 キロ、約4分の道のりになります。電車の場合、 JR 両毛線駒形駅よりタクシーで約7分、スーパーモール伊勢崎そば、青木紳士服の青木の向かいになります。駐車場は27台、営業時間は10時から19時、年中無休になります。ハードオフアプリの方でチェックインをします。ハードオフの方はご不要になったギター、ベース、アンプ、エフェクターお売りくださいということで、楽器に力を入れているようですね。オフハウスの方はお洋服は現在夏物買取中ですということで、今夏物のちょうどシーズンですね。ハドフ巡りの方は2店舗増えて149店舗目となりました。あと1店舗で150店舗となります。入り口は1箇所ですね、ここを入るとですね、この横に、消毒があるんですね。感染症予防のためですね。時間が10時から19時に変更になったのが比較的新しくて、2022年1月2日よりということで、まあ今年からということなんでしょう。この店舗の楽器売り場ですね、やはりメインで置いてあるのが、ギター、エレキギターや、ギターアンプ、それからエフェクター等が中心ですね。最初に見たのは PC 周辺機器の売り場です。左側の商品はモニター付きのスマートスピーカーです。 Amazon Echo Show 5ですね。最初の頃ですね、Amazon Echo、スピーカーのみの製品だったんですが、これの前のモデルからですね、モニター付きが出てきました。モニター付き非常に便利です。取説、電源付きですね、税込みで4400円です。ただ、プライムデーなどではかなり値引きされて、おそらくこの値段よりは安い値段で新品が買えると思います。右側は、Fire TV の上位のものですね、Amazon Fire TV Cube という名称ですね。 A78V3N というものですね。最高解像度が 4K のものになります。取説リモコン付きですね。税込み価格の方で9900円になっています。ただプライムデー価格だとこれより安い可能性もあります。こちらゲーミング PC ですね。飯山のですね、ちょっとこれ読めないんですが、R027AI7 というねものなんですけど、 CPU が Core i7 の7700なので5世代前ぐらいですね。メモリはさすがに 16GB 積んでます。この世代なのでおそらく DDR4 だと思いますね。ストレージの方は SSD が 275GB、 ハードディスク、データ保存用ですね、 1TB に DVD ドライブ、マルチドライブだと思います。 OS は Windows 10 Home 64bit、 グラボの方もですね、もうちょっと古くなりましたね。NVIDIA の GTX1070、ビデオメモリが 8GB のものですね。価格の方が税込みで、7万円となっています。ちょっと高いですかね。こちらエプソンのデスクトップ PC ですね。エンデバー MR4400E、スペックの方を見るとね、ゲーミング PC かなって思うようなスペックですね。CPU は Core i7、4770、だいぶ古いんですけどね、 Windows 7、8時代ですね。メモリが 16GB、 かなり積んでます。ハードディスクが 500GB、
OS の方がクリーンインストールしてやって、アップグレードしてありますね。Windows 10ホーム64ビットですね。DVD ドライブ付きです。グラフィックボードの方が選択できたようで、GeForce のですね、GT640、ビデオメモリが 2GB のものが付いてますね。価格の方がですね、税込みで19,800円、まあいいかなという感じかな。一体型の iMac ですね、 Apple MC509J/A なんですね。スペックの方が、古いんですが Mac らしくて、CPU は Core i3-550、メモリが 8GB、ハードディスクが 1TB、DVD ドライブ、無線 LAN、Bluetooth、Web カメラ搭載ですね。グラフィックボードの方が、AMD の、Radeon HD ですね、5670、ビデオメモリの方が 512MB 搭載。OS の方が MacOS ですね、10.136 というふうになっています。出た当初はかなりハイスペックだったんだなっていう感じですね。ただ CPU がちょっと弱いですかね。Core i3 ということでね。価格の方は税込みで11,000円です。ジャンク品のスマートフォンですね。左からですね、これシャープの 303SH アクオスですね。Wi-Fi つながりましたということですが、Android のバージョンが 4.2 と相当古いので、最近のですね、アプリが動かないんじゃないかなっていう感じですね。ソフトバンクのもののようです。その隣が、サムスンギャラクシーですね。こちらの方は Android 8ということで、まあ、先ほどのものより多少ね新しいんですが、こちらドコモのもので少々傷ありということで、税込み5,500円。その隣がですね、Apple の iPhone SE 最初のものですね、 MP822J/A というものですね。 Wi-Fi つながりましたということですね。 iOS の方が 15.5、 ソフトバンクで判定が丸というふうになってます。画面が少し黄色いところありということで、税込み3,300円。この右にあるのがやはりですね、 Apple の iPhone4S ですね。かなり古いものですね。 MD245J/A、 Wi-Fi はつながるんですね。画面下黄ばみありということで、iOS の方が 9.3 で 32GB、 ソフトバンクのものというふうにあります。さすがに値段の方税込み1100円です。 PC パーツですね、デスクトップ、PC 用です。グラフィックボードクロート志向というところが出しています。この面白い会社名はですね、一切サポートしないというところなんですね。製品はですね、NVIDIA の、GeForce GTX650E1GDH という名前がついています。メモリの方がですね、GDDR5 の 1GB のもの、モニター端子の方が DVI が2つにミニ HDMI が1つというふうに、3つですね、モニターついています。価格の方税込みで、2750円です。取り付けの方は PCI Express です。それから補助電源の方6ピンが1つが必要になります。こちらの売り場、カメラ、レンズ、写真用品です。キャノンのフルサイズミラーレス一眼ですね、 EOS RP、解像度の方が2620万画素、 4K 動画が撮れます。付属品の方が箱、取説、充電器、バッテリーが2つにストラップ、キャップ、
純正マウントアダプターの EF-EOS-R がついてますね。これがあるので EF レンズが代替使用可能になっています。まだですね、出てそれほど日が経ってないものですね。価格の方が、税込みで、11万円という価格なので、このあたりの価格帯だとちょっとですね、ネットで価格調べた方がいいかもしれません。パナソニックのマイクロフォーサーズのミラーレス一眼ですね、ルミックス DMC-GF5X ですね、望遠レンズ付きになっています。標準レンズの方が 14mm から、42mm のもの、望遠の方がですね 45mm から 150mm だと思います。 35mm 換算するのはちょうど2倍になります。付属品の方がですね、箱取説、ディスク類、充電器、バッテリー、ストラップ、フード、レンズキャップ、USB ケーブル、充電器は社外品という風になっています。レンズに、ゴミ、チリの混入ありということですね。ちょっと古いですからね。価格の方が、税込みで 17,600 円です。小さな店舗でしたが、コアな商品、特に PC 系ですね、が多くありました。次回また別のハードオフに行ってみます。